右フック今ね打ちましたね、ここからね、はい、あのタイミングでいいんですよね、あのタイミングで強く打てば、はい、この徳山君にダメージ与えられると思うんですけど、なるほど、有効はちょっと右フックが少ないですよね、はい、なるほど、有効は徳山の右ストレートを受けても自分の右フックを当てるんだという話もしていました。そういう展開になってきました。さあこの第7ラウンドももう時間がありません。右ストレート、この右ストレートに合わせて右フックを打っていきたい。第7ラウンドが終了しました。徳山正盛ちょっと左の眉間のあたりを先ほどバッティングで切りました。血が流れてきて気になっているんですが大丈夫でしょうか。もうこの時には切れてるんですが ね、まあ、そうですね、深くないといいんですけどね、はい、金髪がちょっと血で染まってきました。有効和弘なんとか流れを変えたいところではありますが、試合ももう残すラウンドは5つになってしまいました。第8ラウンドが始まりました。さあ徳山はちょっと余裕でしょうか。左アッパーから左のガードを下げて右を打っていきます。この辺りの動き大橋さんどうですか。右ストレート、徳山君だいぶ、まあ、この、まあ、7ラウンド終わって、はい、まあ、自分のペースで来てますから、非常にちょっと自信を持ってますよ今ね。なるほど、はい、そうですか。右ストレートから左です。大熊さん、はい、チャンピオンの胸キスなんですが、はい、大丈夫みたいですね。浅いみたいです。大丈夫ですか。浅いですか、はい、なるほどなるほど。血は止まっています。現在は止まっています。左フック、左に回って左フックから右ストレート。徳山君あの右ストレートを警戒してて、はい、強い左フックが来ると非常にやはり避けにくいですよね。有効なパンチですね。はい、左フックもこのラウンドからしっかりと混ぜてきました。徳山正盛、有効は手が出ません。相手を見ていますが中に入れません。あ、右ストレート、まあ、身長差ですね。身長差とそのリーチの差が違いますから、身長はほとんど1センチぐらいしか変わらないんですけどもね、ただ右と左の違いがありまして、徳山の方がその懐が深いわけですよ。龍骨としては攻めにくいですからね。そうですね、まあ、川村隆一さんもチャンピオンは懐が深いなと先ほどからおっしゃってますね。かと、かといってその龍骨のボクシングを変えて、ファイターにボクシングやれってもこれは無理なことですからね。はい、川村さん、はい、このチャンピオンのうまさどう見てますか。やっぱりね、もうこのままズルズルいくのか、それとももう龍光がベタ足で中入っていくのか、もう展開としてはその2つでしょう。はい、追っていきます。右が当たりました。大橋さん、展開としてはどうなんでしょう。もうそうですね、まあ龍光君も思いっきりですね、これ打っちゃった方がもういいと思いますね。もうこのままズルズルいってしまいますと、もうポイント的にも、やはりちょっと、まあ、負けてると思いますので、もう勝負かけた方がいいんじゃないですかね。なるほど、どこかで勝負をかけなくてはいけないチャレンジャーの龍光。まあ、でも龍光君が打ち合おうとすると、徳山君が今度足を使ってね、うまくその、まあ、テクニックの差を見せつけるんですよね。なるほど、もうそれで大差で逃げ切ろうという感じのチャンピオンの徳山。徳山君この2つ3つ打った後必ずそのポジションを、ね、入れ替えるんですね、体の動きを。そうですね、その辺はやはり素晴らしい、ね。はい、右ストレート、右ストレートがこのラウンド当たっている。左ストレートはちょっと距離が足りません。やはり懐が深い。徳山君が足を止めてまとめて打ってきてくれればこの龍谷君もねこのカウント合わせるチャンスがあるんですけど、徳山君あの連打してきませんからね。なるほど、ただ龍光が打ち合ったとき徳山がどう受けるのかというところなんですが、徳山は自分が足を使うこともあるし、もしかしたら打ち合うこともあるというふうに試合前は話していました。右がいろんな右を打って、あっとスイッチしましたね。今右が前です。はい、まあ、ラウンドも、ね、はい、中盤に差し掛かってますから、徳山としてはそのとその深いをしたね、攻撃はしないと思いますよ。いや、今のスイッチはびっくりしました。チャンピオン徳山余裕なんでしょうか。序盤からチャンピオンの徳山がいい形で試合を進めています。もうこれから9ラウンドというところまでチャレンジャーの有効は来てしまいました。かなり強烈にもらっています。今のもその前の、ね、右ストレートもちょっと合わせような感じなんですけどね、マックスのプリンシットしてますよね。龍光も手を伸ばすんですがうまく当たりません。さあ龍光、大橋さんは打ち合っていった方がまだチャンスがあるんじゃないかという話をしてましたが、ね、まあ、このペースではちょっとペースを変えることできませんからね、はい、なんとかその打ち合ってペースを、はい、あの流れを引きずり込みたいですよね。竹内さん、はい、まあ、こういうボクシングもいいんですが打ち合うボクシングも見てみたいですよね。そうですね、まあ、お客さんは、ね、それを期待する部分あると思うんで、龍光もこのままでは終われないと思います。とにかく伝説に残る
試合にこの試合をするんだと話していました。まあ、このままのペースでいってしまいますと、はい、リュウコ君この一生悔い残ると思うんで、悔い残さないためにもこの思った攻撃というのが欲しいですね。はい、まあ、とにかくチャレンジするのは最初と最後で決めているリュウコです。このただ1回のチャンスにどういうボクシングをするのか。まあ、あの徳山ですけど、はい、攻撃ですけどその変えてきたんですね。右ストレート打っているんですね。龍光が行っている、龍光が行っている、はい、龍光が行っている。ここで打ち合うか、徳山を受けて立つか、この気迫が欲しいですよね。はい、さあ川村さん、ちょっと打っていきましたよ。やっぱりこの距離でぜひ戦ってほしいです。はい、パンチ当たりましたもんね今ね。左が、いいですね、右が当たっている。さあ龍光が打ってきた。いいですね、今いい見せ場作ってますよ。はい、右ストレート、徳山は龍光の攻めに対してどうでしょうか。徳山君のあの目の色変わりましたね、はい、今の攻撃で。はい、足を使うのか打ち合うのか。さあでもまたちょっと龍光が入りません。龍光の距離にはなかなかなりません。右ストレートから左、軽くパンチを当てます。それほど力は入っていません、チャンピオン。まあ、ただね、はい、あの徳山が相手が打ってくるとこ右ストレート打って、はい、あと左ストレートうまく変えて、はい、相手の出番をうまく食い止めてますからね。はい、右ストレートこういう作戦で変えてきたんですよね。はい、あっという間のは徳山がバランスを崩したところ、左ストレートを打っていった龍光です。まだ狙っています。倒す、大事ですね、左。はい、さあこちらを右を返す。ただあっと右、いや打ちましたね、右フックね。はい、強力な右フックは初めてという感じです。そうですね、まあ、この回ちょっと勝負かけてるんじゃないですかね。はい、もう後がありません。もう残しラウンドが少なくなってきました。龍光行くしかありません。まあ、龍光君このペースを、はい、奪い返すチャンスなんですけど、逆に徳山君も KO するチャンスですからね。はい、それはありますけども、徳山ちょっと軽いパンチを入れて足を使ってますか。これ右サイド、左だ、左だ。今の右ストレート振り込んだよ。さあ龍光立ち上がれるか。何度も何度も立ち上がると言っていました。ダメです。徳山 KO 勝ち。右ストレート一発強烈でした。見事な KO 勝ちです。4度目の防衛成功。素晴らしい右ストレートでした、大橋さん。まあでも龍光君もこれ勝負かけたラウンドで、はい、あの打っちゃってきましたからね、それで倒されたんですからね。まあ龍光君も、まあ悔いのないというか、はい、あの力出し切ったと思いますよ。川村さん、はい、残念な結果ではありましたが向かっていきました。最後はやっぱり徳山君というすごいチャンピオンで、龍光君も一生懸命、ね、練習したと思うし、はい、今日思い切りやれたんじゃないですかね。そうですね、まあ龍光陣営は右肩のことは言いませんでしたが、なんとなく川村さん、右のパンチが出なかったらこの辺りどうなのかなと思いますね。まあ、もうちょっと振ってほしかったっていう気持ちはありますけど、はい、そうですね、この後も皆さんにお話を伺っていきます。そしてチャンピオンの声も聞きたいと思いますが、竹内さん、はい、南の帝王という感じですね、徳山の方が。そうですね、まあ、龍光選手も本当によく、いい試合をしてくれました。でも最後の右ストレートはどうでした。いや、これはもうね、やばい感じですね。強力なパンチでした。さあこの後は喜びの徳山のインタビューしたいと思います。さあこれがダウンを奪った右ストレート、これは強烈ですね。強烈ですね、組み込みも良かったですね。いやでも練習の時から言ってましたけども、本当に綺麗に切れてたんですね。まあ、そうですね、パンチの重みとその切れですね。さあそれでは喜びの声を聞きたいと思います。放送席、放送席、そして会場の皆さん、見事ノックアウトで4度目の防衛を果たしました徳山選手です。徳山さん、最後見事な右ストレートでした。そうですね、右ストレートばっかり練習してきたんで、あれが当たんなかったらちょっとやばかったです。対戦してみて9ラウンドまでいかがでしたか。はい、そうですね、やっぱり向こうもアマチュア仕込みのテクニックがあって すごいやりづらかったです。それにしても今回はですね、試合前から絶好調が伝えられていました。はい、気持ちとしてはいかがでしたか。いや、あれ絶好調絶好調って言ったんですけど、本当は、まあ、あれはちょっとリップサービスも入れての絶好調だったんで、ただリングの上では絶好調に見えましたが、
あ、そうですか、ありがとうございます。今日はまあたまたまこういう形で勝ったんですけど、やっぱまだまだ未熟な点が多いんで、これからそういうところを一個一個直していきたいと思います。ただあちらにも駆けつけている大応援団、4度目の防衛を果たしました。長期政権を希望しているかと思いますが。そうですね、ああやってたくさんの応援団の期待を裏切らないためにも、これからも一戦一戦、一回一回防衛を続けていきたいと思います。さあこの後5度目6度目もうそろそろ話が決まっているということも聞いていますが、改めて抱負をお願いします。まあ、試合のマッチメイクなんかは会長とかそのバックの人に任せてるんで、僕は自分の練習をするだけです。この後も防衛を続けてください。見事な4度目の防衛ノックアウト、徳山雅盛選手でした。徳山の嬉しいインタビュー、ありがとうございました。あ、最後は会場にアピールです。そして今敗れました龍光は川村隆一さんのところに挨拶に来ましたが、川村さん目で合図を送っていらっしゃいましたけども、どうでした、龍光の顔を見て。やっぱりチャンピオン強かったっていうことですけど、でも僕は今日の龍光君の戦いを見てて、はい、そうやっぱ感動したんで、彼はすごいよくやってくれたと思います。はい、もう行かなくちゃというところに最後に行って、この9ラウンド2分42秒徳山の右ストレートにやられてしまいました。さあこの後はチャンピオンの徳山が放送席に来てくれるようです。横浜アリーナはまだチャンピオン徳山の強さの余韻が残っているという感じですが、本当に強烈な右ストレートでした。まあ、このダウンシーンは何度見てもという感じですが、9ラウンド2分42秒正式 KO タイム、そして採点表も手元に来たんですが、ジャッジは結局フルマークですね。8ラウンドまで全て有効に対して徳山が取っていたということで、今放送席に駆けつけてくれました徳山選手です。あ、何か南の帝王と大阪の帝王が握手したという感じではありますけれども、竹内さん、はい、握手をした感じはいかがでした。いや、 やっぱり握力もすごいですね。あ、そうですか。改めて徳山さん、おめでとうございます。ありがとうございます。また改めてこのチャンピオンベルトを腰に巻くことができました。そうですね。まあ、リング上でも聞きましたが、改めての感想はいかがですか。まあ、やってる間は必死だったんで、はい、今ちょっと感想って言われてもちょっと困っちゃうんですけど、まあ、思い通りの展開には持っていけました。はい、放送ただちょっと、はい、序盤ね、もうどうしても僕ここ何試合かずっと序盤がガチガチになっちゃって、ちょっと体にすごい力入ってるなって自分でも分かったんです。それは緊張じゃなくて気合の方ですか。そうですね、気合が空回りってとこですかね。ああ、そうですか。まあ、試合前はね、もう全く緊張しないという話の徳山さんですが、力が入りすぎた、そのあたりでちょっと龍光を見てしまったという部分もあったんですか。そうですね、はい、それ向こう、やっぱカウンター狙ってるの分かったんで容易には入れなかったんです。ただあまり右フックを打ってきませんでしたね。そのあたりはどう思われてました。まあ、ずっと隠してるのかなとかって思ってたんで、まあ、龍光さんが打たなかったんじゃなくて僕が打たせなかったって感じですかね。距離を作らせないで。あ、やっぱり距離ですか。はい、まあ、そのあたり放送席もですね、さすが徳山選手だなという話が出ていたんですが、私の隣には会長がいらっしゃいました。会長、おめでとうございます。会長、何もやってないから顔は言うて、もう早くね、もう何も心配することないし、ね、もう楽勝までいかんけどね、もうなんとかね、もう帰って大阪帰ろうと、それだけですわ。あ、そうですか。そして私の後ろにはですね、フィアンセの内地さんがいいですか、話伺って。ちょっとどうでした今日は。もう最高ですね、かっこよかったです、はい、1ラウンドから安心して見てられたんじゃないですか。そうですね、はい、私が聞いたところによると、そろそろ結婚もなんて考えてるみたいですけども。あ、そうなんですか。どうですかそのあたり。もう全部任せてる。ということですが、どうですかそのあたりは。まだまだ先になりそうですか。とりあえず防衛してからというお話でしたけども、はい、まあ、今ちょっとね、それどころじゃない。はい、すいません、なんかフィアンセのチェさんが来たんで聞いてしまいましたけど、まあ、とにかくね、大阪のみんなにベルトをお土産できたんで、もう本当に良かったです。はい、大橋さん、改めて
徳山選手の凄さというのはどういうところだったか。うん、まあ、やはりあのミニストレートですよね。あのモーションのないミニストレートを連発していきますからね。あのミニストレートってね、やはりもうあとこのリーチと身長ですね。それであのボクシングされたらこれからもう10回以上防衛できるような感じしますよね。いやいや、はい、いやいやですってありがとうございます、回数にはこだわりたくない、こだわりたくない、やっぱり内容という感じですかね、はい、沼さん、はい、いかがでした。まあ、そうですね、まあ、自分の思うというのはそのボクシングですね、公開練習で見せた通りのそのボクシングできたと思いますよね。本当におめでとう。さあ、そしてえ今日はリポーターは井岡さんだったんですが、はい、いらっしゃいますね、井岡さん。井岡さん、はい、改めて今日の試合、そうですね、右スレートでね、ポイント1回から取っていって、内容はやっぱり大差ですよね。徳山が一段と上手くなったという感じが見えましたね。はい、強くなりました。はい、改めてですね、採点表をちょっとご覧いただきましょうか。1ラウンドから8ラウンドまで全て徳山選手が3人ともつけているということなんですよね。だから井岡さんに勝ってなんか徳山はどんどん強くなっちゃいましたね。僕も徳山選手とはもう試合したくない。もうしたくないですか。もうしたくないです。当たり前ですよ。本当に井岡さんにはすごいいろんなものたくさんのものを、はい、教えていただいたんで本当に感謝してます。はい、そうですね。はい。でもこの1ラウンドから全てフルマークで取ったというのをご覧になって改めてどうですか。まあ、僕の中の採点でもやっぱり取ってたと思うんで。はい。はい。はい、ただ悔しいですね。あ、切れちゃったから。あ、バッティング、はい、どうだったですか。これを受けたところではどんな気持ちだったですか。いや、そんなね、違う目の方に来るってほどじゃなかったんで、はい、大したことなかった。まあ、セコンドでは深い深いあの浅いとは言ってたんだけど、顔がどう見てもこらやばいねって顔してるんですよ、トレーナーの藤谷君なんかね、あ、そうですか。井岡さんからのリポートでも、まあね、セコンドの話ですから浅いなんていう話だったんですが、会長ちょっと深かったですか。これでね、あのセコンドしながら、これで休めるなーで試合で。さあ、最終ラウンドが出てきましたけれども、最終ラウンド、龍光がちょっと出てきましたね。そうですね、左ちょっともらっちゃったんで、向こうもだんだん調子に乗っちゃったんだと思います、はい、調子乗っちゃったんだと思います、はい、このあたり相手が出てきたらどうしようという考えでした。いや、もうカウンターを合わせようと思ってたんですけど、やっぱ相手も百戦錬磨の強者だったんで、なかなか合わせきれなかったですね。フェイントなんか交えてきてたんで、はい、でやっぱ左ストレートがノーモーションだったんで、はい、見えづらかったです。なるほどね。ただやはり流行はどこかでは出てくるだろうという予想はあったと思うんですけども。あ、はい、だもっと序盤からガンガン来るかなと思ってたんですけどね、その辺ちょっと、放送席では流行がなかなか入れないんじゃないかというような話になってたんですが、まあ、入れなかったっていうのもありますけど、ね、僕が、あ、やっぱりそういう部分はあるんですか、はいはい、だから大橋さん、この徳山選手のこの間の取り方というか、独特の、ね、タイミングというか。そうですね、相手にとっては非常にやりづらいですよね、あの徳山選手みたいな、はい、それはどこで見つけたんですか。いつもそういうタイミングとか間とかいうのはですね、どこで見つけたのかいつも質問するんですが、はい、明確な答えが返ってこないんですが、ご自分ではどう思ってらっしゃいます。やっぱ練習で身につける、やっぱ天性だと思うんですよ。練習じゃあんまり、生まれつきのものですよね、それはもう、あ、そういうもんなんですかね。なるほどね。でも川村さん、はい、本当にこの距離感というのは川村さんも感心されてましたけれども、はい、あれですね、まあ、龍谷も人生かけてて、でも、徳山さんすごいやっぱりボクシングされてたんで、すごく何ですかね、感動したっていうか、龍谷の分もこれからも徳山さんに頑張ってもらいたいなっていう気持ちと、あと龍谷もいい試合したなってやっぱ褒めてあげたいです。そうですね、はい、はい、まあ前々回の KO 勝ち、2度目の防衛戦、チェ・インジュに韓国で戦った時に、まあ、あの時も一発のパンチで KO でしたけれども、はい、その時の KO と今回と、まあ、比べられないとは思うんですが、どんなこう手応え感じだったですか。今回はその前から何発もいい右入ってるのに、はい、やっぱ向こうも気合入ってたんでガーッとこらえてたんで、ちょっとその辺ちょっと怖かったですね。あ、やっぱり、あ、もういつか僕がもらっちゃうんじゃないかと思って、逆に。じゃあ本来は倒れるだろうというパンチで龍光は倒れなかったという部分は、やっぱそれだけ気合入ってましたね。ははなるほど、まあ、本人は倒れても倒れても何度も立ち上がるんだ、伝説に残るような試合をしたいと龍光は話していたんですが、その気持ちはしっかりと出ていたということのようですね、はいはい、気合は怖かったです気合怖かったですか、はい、竹内さん、はい、改めて試合全体を振り返って、ね、チャンピオン徳山に、やっぱり男同士1対1の、真剣勝負、いい試合を見せてもらってありがとうございます。
いや渋いですね本当に。だから南の帝王となんか大阪の帝王という感じの2人になったわけですが、まあ、先ほどリング上でも聞きました、まあ、なかなか今後のことは今は防衛したので考えにくいかもしれませんけど、今後に向けてこうどういう考えがあるのか教えていただけますか。まあ、あのマッチメイクなんか全部会場に任せて、はい、僕は僕のやるべき仕事つまり練習を死に物狂いでやっていって一戦一戦防衛していくだけです。うん、まあ、その前にちょっとしばらく休養しますけど。なるほど。でも今年は3試合したい、あんまり間を空けずにしたいという話もしてらっしゃいましたね。そうですね、乗ってる間にちょっと試合数もしたいですね。4ヶ月に1遍ぐらいのペースがちょうど僕にとってはベストなんで、はい、なるほどね。まあ、会長に任せてということで、会長今後こう決まってることとかあるんですか。うん、この傷でちょっと予定が変更やね。ああ、そうですか。ちょっとゆっくり休んでもらおうかな。そうですか。はい、休みは、会長ちなみに今回はどこ連れてってくれるんですか。ボーナス勝利者ボーナスで、うん、このとこ海外がねちょっと恒例になってた。そうですね、前回はイタリアの方でしたっけ。ヨーロッパの方行かれてましたね。決まりました。行くの一周もうやっちゃう行くのじゃしょうがないとね、困りますけども、まあ、何か考えてくれるんだと思いますが、本当におめでとうございました。ありがとうございました、はい、そして、今日は解説の皆さん、リポーターの皆さん、ゲストの皆さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。この放送はほのぼのレイクとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。